忘れないで、大人になっても。どうもこんばんは、シロアトです。さて続きやっていきましょうか。いやー、今日は掃除したりとか、まあいろいろしたんですけど、珍しくめちゃめちゃ部屋が綺麗です。さて前回どうだったっけ。続きから新しいデータ読み込む。第13章、急転直下っていいのかな。あ、もうのぞみがもう帰るよみたいな感じだったっけ。お母さんが、のぞみ中にいるかしら、僕見てくるよ。渡るも来て。え、僕は、わかった。のぞみいないね。そうだね。ねえ、渡る。さっき、のぞみと会ったって言ってたよね。うん。今日は一緒に行かないから、みんなに伝えてくれって。もしかしたら、その他にも何か言われなかった？え？どっかに誘われたりとかさ。どうして知ってるの？行かなかったの？やっぱりそうか。で、なんて返事したの？断ったさ。夜に子供だけで映画なんて見つかったら怒られるよ。そうだよね。そしたら怒って行っちゃったんだ。駅で待ってるから絶対来いって。ねえ、みなと、一緒に行ってくれないかな？そろそろ約束の時間なんだよ。やだよ。二人で映画行ってきなよ。行かないよ。直接会って、ちゃんと断ろうと思ってさ。ダメだ。断ったら、父さんと母さんの初デートが。じゃあ、隠れて見てくれればいいからさ。困ったら助けてよ。わかった。でも、これは、なんとかデートに行かせるチャンスかもしれないぞ。おーい、何やってんだよ。遅いぞ。いないみたいね、のぞみ。もしかしてまた。あれ？ねえ、渡る。その足元にある、足元にあるの何？え？あ、これ、手紙？手紙。もう、家に帰ります。今までどうもありがとう。嘘ついててごめんなさい。のぞみ。置き手紙して。のぞみ。家に帰るって大丈夫なのかよ。だってあいつの親は。あれ？誰だ？いや、怖っ。びっくりするわ、これは。そら、あっこ、キャーなるわな。これはびっくりする。こんなんいきなり覗いてたら。え、なになになに？未だに俺も、この女の人の正体いまいちわかんねえんだよな。見たか？今の女。でっかいマスクしてたぞ。まさか、あれが噂の。口裂け女。でも多分のぞみのお母さんなんじゃないかなって思うんだよね。違うんかな。大丈夫？あっこ、なんだったの今の。ダメだ、逃がしちまったみたいだ。こっちも
誰もいなかった。見つけなくていいわよ。何よ、びっくりさせちゃってさ。こっちには神様がついてるんだからね。お化けなんか怖くないんだから。そんなことより、のぞみのやつ大丈夫かな？そうだ、そうだったわ。探した方がいいんじゃ。そのことなんだけど、ちょっと心当たりがあるんだ。ね、わたる。ああ、そう、そうなんだよ。僕たちちょっと行ってくるよ。え、何よ。じゃあ私も行くわよ。アッコはここで待っててよ。もしかしたらのぞみが戻ってくるかもしれないからさ。そう？じゃあ俺は行くぜ。やだ、一人にしないでよ。一緒に待ってあげててよ。すぐに戻るからさ。おう、そうか。じゃあ行こうか。うん。初デートなるのか。さて、待ち合わせ場所は駅で間違いないよね。うん。よし、じゃあ駅に行こう。さてと、駅に向かいますか。いやーでも、この BGM やっぱ落ち着くね。割と実況、まあまあ日空いてからやったりしてるんだけど、聞くたんび、やっぱり、なんか懐かしい感じ。あ、調べるってなってた。ちょっと取りに行こう。コインかな。コイン。お、コイン2枚。2枚か。でもちょっと待って。一回コイン探索するわ。忘れないで。大人になっても。さあ、コイン探したけど、1枚も見つかりませんでした。はい、広告見た。さて。いるのか、のぞみは。誰もいないね。まだ約束の時間までちょっとあるからね。あのさ、のぞみのことなんだけど、聞いた？え、何を？引っ越しちゃうって話。え？いや、言ってなかったけど。明日、引っ越しちゃうんだって。え、明日？うん。伝えてくれって言われたんだけど、言い出せなくって。そうなのか。それで、あんな手紙を。じゃあ、今日でお別れなんだね。大丈夫なのかな？家に帰って。その、また、お母さんに殴られたりしないかな？お母さん？お父さんじゃないの？お父さんいないんだってさ。そうなのか。じゃあ僕と同じだな。うん、僕も。え、そうなの？うん。そっか。みんな似た者同士だな。虎徹の家も似たようなもんだし。アッコのことは大変そうだね。あったのかい？あのお父さん。うん。娘に近づくな、みたいなことを言われたよ。それ、僕も前に言われたよ。そんなに難しいことなのかな？普通の家族って。そうだね。わたるのお父さんとお母さんは、どうして？本当はね、わからないんだ。本当に死んじゃったのか、どうか。え、どういうこと？いなくなっちゃったんだって。ずーっと前に。赤ちゃんだった僕を置いて。え、それさ。
お父さんとお母さんがタイムスリップしたとか、どっかの時代に飛んじゃったとか、そういうこと？え？おばあちゃんはね、もう死んじゃったって言うんだ。だから、おばあちゃんはなんか知ってるってことか。だから、もう忘れなさいって。そっか。それは、ねえ、あのノートにさ、書いてあったよね。七不思議をすべて解いたら、願い事が叶うってさ。うん。あれ、本当かな？だといいんだけど、何か叶えたい願い事があるの？うん。お父さんとお母さんに会いたいのか？あ、もしかして、ご両親に会いたいのかい？違うよ。それはもう、いいんだ。じゃあなんだ？僕はね、家族を取り戻したいんだ。両親と会いたいわけじゃなく、家族を取り戻したい。どういうことだ？僕の家族は亡くなっちゃったんだけど、僕が将来頑張ってさ、その、優しい奥さんを見つけてさ、それでね、僕の子供たちが、僕と同じ思いをしないでも済むようにしたいんだ。渡る。僕にできるかな？あれ？変なこと言っちゃったかな？ごめんごめん。あのね、あのね。僕、うまく言えないけど、あのね。どうしたの？できるよ、きっと。絶対できるよ。だからさ、それまでさ、体に気をつけて元気で暮らしてね。ありがとう。でもなんだいそれ。なんか年寄り扱いだな。ねえ、港、隠れて。え、うん。くすん。泣いちゃってたの？早く早く！意外、ちゃんと来たのね。うん、まあね。誰も連れてきてないわよね。え、もちろん。そっか。じゃあ、次の電車が来たら行きましょうか。あのさ、よく考えたんだけど、僕、やっぱり。来た。あ！え？口先女。どうして？どうしてここに？やっと見つけた。今までどこにいたのよ。お母さん、やっぱりお母さんじゃん。え、お母さん、どういうつもりなの？もう警察に行くところだったわよ。帰るわよ。やだ。帰るわよ。殴ったわね。だから何よその目は。口答えする気なら何度でも。やめろよ。どうしてだよ。なんで子供を殴るんだ。大人がそんなだから。みんなそんなだから。渡る。誰よその子。
友達さ。何を？あ、待ちなさい。のぞみ。のぞみ？やっと追いついた。もう大丈夫だよ。追いかけてこないって。ねえ、大丈夫？のぞみ。何が？何がって。ほっといてよ。大丈夫よ、こんなの。いつものことだもん。ほっとけないよ。ほっとけるわけないだろ。いつも殴られるのかい？今日が初めてよ。母さんにぶたれたのは。じゃあ、あざは何？自分でつけた。リスカみたいな。じゃあ、違うの？母さんじゃないのよ。でも、誰だ？ありがとう。待ってよ。どこ行くのさ。やっぱり元気だな、昭和の子供は。昭和の子供は。今時の子供はみたいに言うな。体育の授業サボってばっかりいたからな。何？地震？あれ？地震かな？いや、そんなことより、二人を追いかけなくちゃ。多分、学校の方に行ったんじゃないかな。学校の方に、じゃあ行きますか。よし、もう少しで学校に。あ、また地震。うわ、また地震だ。地震、なんだっけ。何か気になるような。なんだこの胸騒ぎ。地震？地震って前にどこかで聞いたような気がするぞ。なんだろう、僕は一体どこで聞いたんだっけ。地震ってなんかあったっけな。いや違うよね。俺もその覚えはないもん。じゃあなんで選択した？なんだろう、僕は一体どこで聞いたんだっけ。人から聞いた持ち物に書いてある。やばい、マジで忘れた。あ、人から聞いたんですか。人から聞いたんですか。渡る未来、アッコ、のぞみ。完全に忘れたぞ。当てずっぽで行くか、もう。のぞみ。違う。当てずっぽ。あ、違う。のぞみを選択した。じゃあお弁当箱じゃない？違うのかよ。
チラシ。もう最後の最後で、最後の最後まで外した。チラシ。そうだ。チラシ。あのチラシだ。未来で、ここに来る前にもらった。なんだっけ。何のチラシだっけ。鏡小学校、震災被害者受霊祭って読み方合ってる？ちょっと水飲みますね。よし。震災。33年前のあの時と同じく、間もなくまたあの彗星が巡ってきます。みんなで黙祷を捧げましょう。不幸にも亡くなった子供たちのために。亡くなるのか。つまりは、もしかしてアッコたちがっていうわけ。子供たち亡くなった33年前。彗星の巡ってくる日。追記。現在の鏡小学校では夜間の生徒の立ち入りは厳しく制限されています。不幸な、崩落事故のあった体育倉庫も現在は建て替えられ、耐震性もしっかりと確保されています。わーお。保護者の皆様はぜひご安心。事故のあった体育倉庫だって、やばいぞ。引き下がるな。すぐに助けに行かないと。僕はようやく気づいた。時間切れギリギリのこの時になって、僕は何をしにここに来たのか。僕が止めなくちゃいけない決定的なある出来事の正体に。チラシに書かれていた時刻まで、あと10分。いや、もう行かないと。何してんだよ。急転直下エンド。ちょっと、もうすぐにでも助けに行かないとじゃん。よし、セーブも終わってちょっと休憩してきました。さあ、新しい章。第14章、帰還。帰還。渡る、望み。やっぱりここだったか。どうしたのよ、そんなに息を切らせて。あ、ごめん、ミナト。忘れていたよ、ミナトを置いてきたの。違うんだよ。何を、どうしたの。説明は後でするよ、今は時間がないんだ。アッコとコテスはまだ中にいるの。それがさ、わからないんだよ。わからない？開かないのよ、この扉。鍵がかかってるみたいなんだ。はぁ？鍵がかかってる？でも、S に中にいるのかって、声かければわかるくない？中にいるかどうかは。鍵だって？おーい、誰か外にいるのか。あ、やっぱいるじゃん。いるっていうことは、外から誰かかけたっていうことか。いや、怖っ。おーい、誰か外にいるのか。2回読んじゃった。その声はコテスかい。そうだ。おい、この扉開けられないか。外から鍵をかけられちゃったみたいなの。外から鍵だって。誰？用務員さん？誰？どうしてなんで鍵が。そうだよね、鍵港が持ってるもんね、体育倉庫の鍵は。なんでって、そりゃ倉庫だからね。用務員さんが閉めちゃったのかも。そんな、ダメだ、間に合わない。あ、そこじゃないの。何を、おしっこ。え、鍵って、鍵二つあるのか。考えろ、考えるんだ。諦めちゃダメだ。絶
対なんとかなるはずだ。だって僕はこのためにここにやってきたんだから。なんとかなる。裏の窓、窓から入る、窓から割って入る。調べる。図鑑に物が追加された。今物はいらん。曲がったスプーン超能力をするな今。違うの？裏じゃないの？裏じゃない。どうしたんだい港。ちょっと様子がおかしいよ。どうしたらいい、この扉どうしたら。俺がさっき思いついたのは窓を破るだけど、こじ開けるはきちいだろ。窓を、こてつ、窓だ。窓ガラスを割って外に出て。何言ってんだよ港、後でめっちゃ怒られるぞ。いいからお願い、言うことを聞いて。ダメよ港。ダメよ港。この窓は金網が通ってて、とてもじゃないけど割れないわ。そうなのか、金網が通ってる。どうしたらいい、この扉どうしたら。なんだろう、何がある。てか、港鍵持ってなかったっけ。そうだ、何か役立つものを持ってないか考える。考えるんだ。体育倉庫の鍵違う、ダメだ、こんなものじゃ。こんな鍵、やっぱそうだよね、そうだよなお前。体育倉庫の鍵、うおー、これだ。なんで気づいてねえんだ。こてつ、あっこ。マジで。うわー、キャー。あっこ、こてつ、あっこ、こてつ。あれ、ここはどこだ。現代に戻ってきてる。アッコたちは。もう手遅れやったってことか。現代だね、車が現代だね。これは帰ってきたんだ。コンビニがあって、道路もちょっと舗装されて。やっぱりそうだ、戻れたんだ元の世界に。タイムリミットは72時間、ギリギリ間に合ったんだきっと。どうかな、もう地震あった後だからね。やった、やったぞ、やった。間に合ってない気がするな、忘れないで大人になっても。そのテンションで言うことじゃない。はい、広告終わり。よし、少し街を見て回ろう。ちゃんと未来が変わってるか確かめなくちゃ。とりあえずじゃあ学校に行くか。早い。あ、そうだ、コンビニで新聞でも見てみよう。まずは日付を確認しなくちゃ。あ、そこに捨ててあるぞ、ちょうどいいや。時間がちゃんと進んでんのか。間もなく見頃。あ、ちょっとだけ前ってこと。荒葉巻彗星、間もなく見頃。やっぱり33年後なんだ。ちょうどこの日に戻ってきたんだ。それから日付は、新聞ってどこに日付が、右上とかじゃなかったっけ。昭和？昭和？声裏返っちゃった。昭和95年8月 X 日。え？
どういうこと？33年前じ…は？どういうことだ？何年前？22年前とかに戻ってきたっていうわけ？なんだこれは。とにかく少し街を歩き回ってみよう。自分のいた現代ではないってわけか。あ、虎徹の家はまだあるぞ。あれ、でもなんだこの張り紙。都合により閉店いたします。長年のご愛嬌に、感謝いたします。四代目店主より。閉店。あれ、なんだよ、潰れちゃったのかよここ。まいったな、うちに風呂ないのにさ。そりゃ参るね。まったく、あの道楽息子と来たら絶対うまくいかねえと思ったんだよな。あ、やっぱ継いだのは虎徹で間違いなさそうだね。じゃ、学校行けばいいんだよね。この人なんか言わねえかな。疲れた、酒を買って帰ろう。できるだけ安くて強い酒だ。うわー、悪酔いしそう。ちょっと待って、郵便局があって牛丼屋さんがあって、まあそういう街並みは昭和から変わんないんだ。ちょっと待って、だから昭和から車こういう見た目なんだね。もうちょっと古びたデザインとかなのかなって思ったよ。ああ、っていうか、間違えた、こっち駅か。やばい。また俺のマッピング能力のなさが出ている。違う。こっちか。こっちで、こっち、行って上か。うん、そうだね。さらに上。あれじゃなくて。え、あれ？いけない。あれ？見ろよ、この手抜き工事。あそこの柱なんかは繋がってないぜ。ん？知らねえよ。俺のせいじゃねえからな。文句なら会社に言えよ。ちょっと待って。通れないんだけど。じゃあど…あ、なんか始まった。港はてな、あれ、まさかアッコか。あ、違う。あ、なんだ坊主、俺の顔になんかついてるか。ヘッグ、虎徹か。虎徹、虎徹だよね。はぁ、誰だおめえは。ヘッグ、僕のことわからないの。お前は、そうだよ。誰だ。なんちゃって、ダッハ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 。うっべ。先くっさ。でも、とにかくよかった。生きてたんだね。心配してたんだよ。もしかしてダメだったのかもって。あの体育倉庫で。体育倉庫だと？なんでそのことを知ってる？それは、くっそ。嫌なことを思い出させやがって。キホキホ。
あの事故のせいで、こんな病気になるなんてよ。あの事故で?こりゃもうすぐ、俺もあいつと同じ運命か。あいつ?なんだ?俺はなんでこんなガキにこんな話。くっそ。酔いが冷めちまった。読み直しだ、飲み直し。あの事故のせいで病気?なんだろう?虎徹。病気?肺の病気なのか?父さんと同じ。肺の病気。一体何がどうなってるんだ?もっと街を探ってみなくちゃ。まだ行ってないところに行ってみよう。じゃあ、神社じゃないよね。駄菓子屋。駄菓子屋じゃない、墓地。駄菓子屋はいけねえのか。下がってんだもんね。調べる。あ、コイン3枚。コイン3枚見つけた。この人、お父さんか?違うか?お父さんなら正面にいるか。僕は写真家なんだ。久しぶりにこの街に帰ってきた。ずっと海外で仕事をしていてね。もっと早く帰ってくるべきだった。まさか、彼女がこんな冷たい土の下に、せっかく夢を叶えたっていうのに、運命とはこんなにも残酷なのか。ああ、違う。じゃあ違うか。じゃあ神社の裏に行けっていうわけか。で、多分アッコがいるんだよね。はい、神社に着きました。立ち入り禁止。はい、そんなの無視しまして。多分こっちじゃね?ああ、進んだ。今、この先には行けないよ。なんだか危険なものが見つかったらしくてね。行けない。行けない。行けないのか。じゃあ違うのか。待ってよ、じゃあ。コイン3枚。あと2枚で10枚か。井戸じゃないな。神社じゃないのか。神社かなーって思ったんだけど。違うのか。ちょっと探してみます。めっちゃエブリィみたいな車がいっぱいある。なんか駐車場もできてるね。でも多分ね、駅の方に行ったらイベントが進むんじゃないかなって思うんですよね。
はい、来ましたと。さあどうだ、なんかあると思うんだよね。あ、え、待って、スーパーがない、スーパーが閉まってる。張り紙読めないのかよ。墓地はどこに行ったかの。はて、しかし困ったの。ここは一体どこじゃろう。認知症のおじいさん。ってことは駅じゃない。駅に行ったら何かあるとか、そういうわけじゃない。そういうわけでもない。あ、びっくりした。そういうわけでもないのか。え、ちょっと待って。じゃあ、こっちに行ったらなんかあるとか。違う、違うんですか。あれ、あ、こっちから一丁目行けんのか。あ、こっちからも、こっちからも行けんのか。猫がいる。ちょっと待って。じゃあわかんねえよ。どこだ。あ、進んだ。お墓だ。これを調べれば、これに父さんの名前が書いてないんじゃない。あ、か、母さん、隠れなきゃ。母さん、本当に望みだったんだな。よく見たら面影あるな。待てよ。でも母さんがここに来たってことは、ああ、やっぱ死んでんのか。久しぶりね。覚えてる？もうすぐ、そう、地震があった日よ。大変だったわね。なんとかみんな助かったけど、もう埃まみれになって。でもまさかね、あの埃のせいでみんな全員肺炎になってんのか。それから今日はね、久しぶりに懐かしい人に会うのよ。どうしてたかな、あの子。あ、そろそろ約束の時間だわ。神社に行かなくちゃ。じゃあね、また来るわね、あなた。母さん、今、あなたって。ということは、うまくいったんだ。あの二人結婚して、でも、でも、俗名、時渡り学ぶ。俺読み方わかんねえんだよね。10年40歳。そんな、ダメだった。変わってない、僕は。失敗したのか。忘れないで、大人になっても。そうだ、神社だ。神社に行ってみよう。あ、俺先に行っちゃったわ。母さん、誰かに会うって言ってたぞ。何かわかるかもしれない。アッコが出てくるっていうわけか。さて、神社に行って。てか、40歳って、結構やな。あ、母さん、と、あれは、アッコだね。じゃあね、今日はとても楽しかったわ。
ありがとう。ごめんね、時間取れなくて。なんだか工事現場で変なもの見つかっちゃってさ。いいのよ、また会いましょうね、アッコ。やっぱりあれはアッコだ。よかった、アッコも生きてたんだ。でも残念だったわね、この神社なくなっちゃうなんて。いいのよ、もう父さんも死んじゃったし誰も気にしないわ。ほんと言うとウキウキしてるのよ。こんな服着るのも今日で最後かと思うとさ。でも似合ってるわよ。いやよ、二度と着ないからね。それじゃあね、虎徹にもよろしく伝えてね、お大事にって。うん、コホン。ねえ、虎徹治るよね。どうかな、渡るはダメだったわ。そっか。相変わらず言うこときついね。やだ、ごめん。ねえ、私たちは大丈夫なのかな。だってあの時一緒にたんまり吸い込んだでしょ。アスベスト？アスベストっていう物質？そう、体育倉庫が崩れた時にさ、あれが原因だとしたら、考えても仕方ないわ。なるようにしかならない。人生なんてさ。そうね、そうかもしれない。ここ。ねえ、あなた、さっきから咳してるけど、まさか。いやね、ただの風邪よ。そう？じゃあね。うん。あのさ、最後に一つ聞いてもいいかな。どうしたの？あの時さ、あの時、私たちが出会ったあの時。さ、何よ。もう一人いなかったっけ？やっぱりそう思う？やっぱりって、アッコも覚えてるの？うん、ぼんやりとだけど、私だけかと思ってた。でも、そんなわけないよね。忘れる？そんな大切なこと。マレビト様。やっぱりマレビト様になってるんだ。ミナトが。え、なんだっけそれ。言い伝え。この街に、この神社に伝わる言い伝え。マレビト様は旅人。こことは違う世界からの。旅人？ここ。成功の夜、時を渡る船に乗って、マレビト様が現れる。マレビト様は、時の向こう岸からの使者。マレビト様は恐れるべし。マレビト様はかくまうべし。マレビト様を助ければ、どんな願いも叶う。そして、マレビト様が去った後、誰も彼のことを忘れてしまう。覚えていない。変わった言い伝えね。でもまさか、迷信でしょ？そうよね。そうに決まってる。そうよ。やだもう。ごめんね。変なこと聞いて。うん。うん、じゃあね、また会えるわよね。もちろん、次はそうね、どっちかの結婚式よ。結婚式、結婚してないっていうこと？でもあなたって言ってたよね。じゃあきっとあなたのね。ああ、して、ああ、
なるほどね。再婚って意味のね。私はいいわ。もう結婚なんてこりごり。そう。名残惜しいわね。そうね。でも、もう行かなきゃ。うん。さよなら、のぞみ。のぞみじゃないわよ、本当は。あ、そうだった。へへへ。もう一回過去に行けるんだよな。そっか、まだタイムマシンはあるのか。まれびと様、やっぱり僕のことだったんだ。でもどういうことなんだ、僕のことを覚えていないって。でもこれからどうしよう。七不思議。そうだ、七不思議だ。調べるしかない。まだ解けていない七不思議を。今だって一つ前に進んだじゃないか、まれびと様のこと。まだ諦める必要はないのかも。残っているのは、そうだ、土の子。忘れていたぞ、あの罠。お墓に仕掛けたままだ。行ってみるか。もう一度、あの墓地に。土の子の罠、でも、でもどうかな。なんかかかってたらね。あ、なんか進んだ。あれ？そういえばさっき母さん言ってたな。私はいいわ。もう結婚なんてこりごり。やっぱりダメだったのか。母さんと父さん。どうしてだろう。最初は好きだったはずなのに、どうして嫌いになっちゃうのかな。子供にはわからないのかな。嫌いになってるわけじゃないと思うよ。さて、墓地に行ってみましょうか。土の子。あ、早い。もうこの目の前に来てるから進むのか。そうだ、ここにあの罠を隠したんだ。土の子の罠。残ってるわけない。33年も。でも、もしかすると、ごめん、ちょっと勘違いしてた。港の現代って昭和なのか。そういうことね。勝手に平成って思ってた。探してみよう。どこだっけな。ここじゃなかったっけ。あった。本当にあったぞ。この罠だ。錆びてボロボロになってるけど、確かに誰も拾ったりしないかもな。墓場の隅っこに置いてあるネズミ捕りの罠なんて。気持ち悪いけど調べてみるか。うわぁ、なんだこの干からびたのは。図鑑に物が追加されたものっていうな。干からびた何か。え？なんか太い蛇みたいに見えるけど、まさかこれが。いやー、まさかね。あれ？他にも。なんだこのビニール袋は。中に何か入ってる。これは、手紙だ。ボロボロだけど、なんとか読めるぞ。誰の手紙？ここに隠しておけば、きっと君が気づいてくれると信じて、手紙を残します。もう3日も経ちます。あの夜の地震から君がいなくなってしまってから。僕がどんなに必死に頼んでも大人たちは君のことを探してくれませんでした。だから僕は気が気じゃなくて、あの日からまともに眠ることができません。あの瓦礫の下に崩れてしまった体育倉庫の中に、今でも君が眠っているかもと考えたら、でも仕方ないのかもしれません。誰も君のことを真剣に探そうとしないのも覚えていない。だって誰も覚えていないんです。アッコもコテスもそんな子はいなかったって。っていうことは、ワタルは覚えていたってわけかな？
時渡り同じ名字。いやそれならのぞみも覚えているはずか。一応結婚してるから。最初はとても信じられなかった。そんなバカなって思った。みんなおかしくなったのかなって。でもまあ時渡りなのはお父さんだけだからね。でももしかしたらみんなの言う通りなのかもしれない。だって思い出せないんだ僕も。ああお父さんもいたってことしか覚えてないんだ。つまりその君の名前を。君がもしこの手紙を読んだらどうか会いに来てほしい。無事な姿を見せてほしいんだ。お父さんが先に無事じゃないんだよ。お願いだよ。このままじゃ僕までおかしくなってしまいそうだ。もう一人の友達へ。渡るより。どういうことなんだ？渡るまで僕のことを覚えていないって。もしかすると、本当だったのか？さっきアッコが言っていたこと。まれびと様のことは、みんな忘れてしまうって。ダメだ。ちっともわからないや。結局あれから何がどうなってしまったのか。あの船だ。もう一度鏡神社に行ってみるしかない。もう手がかりはあそこしか残っていない。もうすぐ夜になる。夜になればあの船のところに行けるかもしれないぞ。夜になればか。勝手に進んでくれんのかな、時間。まあ、とりあえず、神社に行きまして、あ、進んだっぽいね。あ、もう夜になってくれた。夜になったけど警官がいる。あれ？おかしいな。さっきまではおまわりさんなんかいなかったのに。ここは立ち入り禁止だよ。なんだか変なものが見つかったらしくてね。もしかしたら、爆弾。あれ？このやりとり。かもしれないぞ。このやりとり一番最初にやったぞ。俺覚えてる。あの日、あの時と同じだ。そうか。旅立つ前よりも少し前の時間に戻ってきたんだ。うん。そうだね。ってことは同じことをすればよかった。と思うとけど、ね、何したっけ？猫だっけ？これはもう夜だぞ。子供は家に帰りなさい。あ、呼んでるよって言えばいいのか。うん。高橋さんが呼んでるよって。うわ！この時の港。てか、なんで二人いんの？なんで？びっくりした。あれは僕じゃないか。そうか。これからあのタイムマシンに向かうんだ。そうだ、もしかしたら。もし、もう一度僕が過去に行くことができたら、今度はうまくやれるかも。あと追ってみよう。え、二人いることになるじゃん。ここは立ち入り禁止だよ。なんだか変なものが見つかったらしくてね。ん？君、さっきも来ただろ。何度も同じことは言わせない。さあ、帰りなさい。あ、そうだ。あっちにいたおまわりさんが呼んでましたよ。ん？高橋さんって人。え、高橋さんは？なんだろうな。いや、待てよ。おかしいぞ。君、その話、本当。まずいぞ。助けなきゃ。おまわりさん、こっちに来てください。早く、早く。何事だ。うわ、こっちに来た。いや、そりゃ当たり前か。逃げろ。
あれ、そういう感じのセリフあったっけ？なんとか逃げ切ったぞ。あったっけ？そうか、そうだったのか、あの時の声。ああ、やっぱあったよね。さあ、急がなきゃ。忘れないで、大人になっても。よし、ここ終わった。さて、でももう一回行くんだとしたら、さっきの僕は、いないや。もしかして、もう。ん？あ！久しぶり。ねえ、今ここに僕が来なかった？いや、君も僕なんだけどさ、そうじゃなくて。残念だよ。え？残念だ。どうやら失敗したようだね。どうしてそれを。ここに戻ってきたからだ。ここは来たるべき未来では、やっぱりここは、あ、イントネーションもおかしい。やっぱりここは未来を変えられなかったんだね。そんなことはない。あの二人は助かった。あの二人って、アッコとコテツのこと？やっぱり僕が助けたの？そうだ。大したものだ。とても惜しいところまで。でも、肝心の父さんは、そうだな。残念だ、とっても。ねえ、お願いがあるんだ。てかもう読み方バラバラだね。俺最初、シャンクスみたいな読み方してたと思うんだけど、この港ハテナの方。今から切り替えるか。ダメだ。え？もう一度行きたい。そう言うのだろ？ダメなの？ダメだ。正確に言うと、無理なんだ。どうして？どうしてがそんな感じじゃないな。どうしてだね。簡単だ。エネルギーが足りない。たった今、あの日の君を過去に送ってしまったからね。そんな、なんとかならないの？無理だ。エネルギーが再充填されるのは、33年後ってわけか。そういうことだね。33年後だ。どうするんだ？諦めきれなくて、それでもいろいろ食い下がってみたんだ。でも無理だった。諦めるしかなかった。エネルギーがなくなる間際、彼は未来の僕はこう言った。ほんの少しだけ前の時間に返してあげることにしよう。それから強く生きろ。現実を受け入れて。やけに深刻な言い方だった。ちょっとそれが気になった。そうだ、この時間は母さんと未来が駅で待っているはずだ。未来の病気はどうなったんだ？帰ろう。なんだかすごく懐かしいや。逆の方から出てきた。ミナト、どういうつもりなの？心配かけて、このバカ。どうやら待ち合わせの時間にだいぶ遅れてしまったみたい。母さんはどこに行ってたのよってボロボロ泣きながら怒った。すごく驚いた。そんな母さんを見るのは初めてだったから。
それから母さんが思わず手を振り上げたのを見て、あ、叩かれるなって思った。けど抱きしめたか？抱きしめたのか？もう知らないわ。あ、何もしないんだ。ぶたないの。あの時のね、子供は殴らないわ、絶対に。母さんごめんね。ねえ母さん、それよりも未来は？違う、未来がいなかったことになってんじゃない？重症化してるってわけか。何言ってるの？病院に決まってるでしょ。え？約束でしょ？明日お見舞いに行くって、まさか忘れたの？入院してる？いい機会かもね。そういえば。みなと、よく聞いてちょうだい。何？もう治らないの、未来の病気。え、何言ってるの？そのために検査したんでしょ？僕と母さんの骨髄だっけ？すごく痛かったのに。同じセリフだね。ダメだったの、そんな。みなと、あのね、ごほごほ咳して。母さん、大丈夫？どうしたの？震えてるよ。ねえ、みなと、約束してくれる？あなただけは母さんを置いていかないって。母さんを一人にしないって。母さん。肝心なところを変わってないね。じゃあね。嬉しかったよ、少しでも会うことができて。ごめんね父さん。なんだよ、バッドエンドじゃん、こんなの。これで僕の話は終わり。あっけなかったかい？でも現実なんてそんなものさ。まあね、現実そううまくいかんからね。僕は今日という未来を変えることができた。そして二つの大切な命を救うことができた。父さんと母さんの、そして僕の大切な友達。あの日、父さんと母さんがいた、みんながいた。それで今日の僕がいる。明日がどんな日かなんて誰にもわからない。でも今日を変えることができたんだ。きっと明日だって変えられる。だから今日を精一杯生きよう。大切な家族と共に前を見て進もう。運命は自分の手で切り開いてみせる。なんか締めっぽいけど、これで終わりじゃないよね。電車の音。え？え、終わり？ま？あ、真のエンドがあるみたいな、そんな感じかな。
まあとりあえず制作者さんありがとうございました。いや面白かったですけどまだ腑に落ちないですちょっとなんかまだ救われない感じが、のぞみもねえ渡るも、5本、うん、みんな結局このね肺炎になってるっていうことだよね。アッコもそうだよね。咳してなかったけどね。でもねえ母さん、母さんこそ僕を置いていかないよね。いやでも子より親が先にっていうのは、おっとなんだこれ、この運命を受け入れますか。ちょっとはいを押してみたい気持ちもあるけど、いやでもこんな運命受けられないよ、受け入れられない。 いえ、この港ハテナの正体もいまいちわかんないもんね。いやあ、君か。待っていたよ。あ、このシーンあったね。待っていたよ。運命の車輪はまだ止まらない。To be continued。クリアデータをセーブしますか。はい、とりあえず。はい、セーブ終わり。ちょっと待って。忘れないで大人になっても、画面が変わってる。多分次でじゃあ、最終回になるってわけか。でもちょっと待って、その前に、その前に、運命を受け入れますかのとこに飛べないかな。よし、戻ってきた。なかなか時間かかったな。よし、ちょっと最後にね、この運命を受け入れますか、はい、いいえ、これではいを押したらどうなるのか見てから終わりましょうかね。今回は押します。いやこんな運命受け入れたくないけどね、本当は。ちょっと一回みんなと共有するためにはい押しますね。はい、本当にこの運命を受け入れますか、はい、本当に。なんだそのオチは、なんだそのオチは。はい押してもこうなるだけだったんだ。じゃあそうだね、まあこんな運命受け入れられるわけないからね。よし、じゃあまあこれ見たっていうことでなんか他の分岐点あんのかなって思ったけど何もなかったね。じゃあ次の動画で最終回かな、お会いしましょう。バイバイ。フェードインと綺麗に合ってんじゃん。あ、アウトだった。フェードアウト。